朝鮮民画は朝鮮の庶民の実用的な民族絵画である。結婚や観劇などの儀礼、装飾、魔除け、海運などの実用的な目的のために、屏風や掛け軸にしたり、壁に貼ったりして用いられる。表現は稚拙ではあるが、滑稽味があり、素朴で大胆なところが、独特の味わいを出しているものが多い。宮廷付属の図画書の画家やヤンバンの文人が描いた。 芸術的干渉の対象である政党絵画とは異なり、一般的に朝鮮民画には画家の署名や楽観はなく、いつ誰が描いたのかはわからない。民画という言葉は民芸運動の創始者である日本人のリ宗義が日本の大杖などの民族絵画を指して使い始めたものである。柳は日本統治時代の朝鮮でも美術品を収集研究し、 朝鮮民画の収集研究も始めた。柳によって、それまでは収集研究の対象とは考えられて、いなかった朝鮮民画が,が注目され収集研究の対象となった。朝鮮民画の種類は多いが、大きく分ければ、道教系、仏教系、儒教系、装飾系に分けられる。虎の絵は朝鮮民画の最も代表的なものである。 カササギとトラを一緒に描いたカササギトラ図や、山の神がトラを従いた山の神図などがある。長生図は、長寿の象徴である、鶴、亀、鹿、松、竹などを描いたものである。青龍、白虎、素作、玄武などの方位神や、十二神、竜、鳳凰、麒麟などを描いたものもある。山水画、動物画、植物画なども多いが、 独特のものとして、文字を絵にした、文字図や、本などを載せた棚を描いた札数がある。ありがとうございます。